空色風金鳥は南アメリカに生息する中型のスズメメ、風金鳥かの鳥。メキシコ南部からボリビア北東部およびブラジル北部南端を除くアマゾン盆地全域に分布する。リマには移入された。トリニダードドバゴではこの鳥をブルージーンと呼ぶ。全長16から18センチメートル、体重30から40グラム。成長は 頭部と仮面が単性色で、上面は暗青色。肩半の色は青みが異なる。くちばしは短くて太い。死友ともにいるが、幼鳥は羽毛がより鈍い。繁殖性即地は、明けた、ソリン、工作地及び庭園である。空色風金鳥は、主に果実を食べるが、多少は蜜や昆虫も取る。絶えず動いていて、 賑やかな普通種であり、通常つないでいるが、時に小さな群れとなる。人の居住地周辺で繁栄し、栽培されたパパイヤのような果実を食べる。高い木の分岐や建物の隙間にある深い湾状の巣に、1から3個、大抵2個の暗ン,ンのある白海緑色の卵を産む。メスによる放卵は14日で、羽毛が生え揃うまでさらに17日かかる。巣は時に、 マラトラス属の高宇宙類に拓乱される。さえずりは、ツイヤツつっの地鳴きを組み入れて、かんだかくさえずる。アッシュ、ティーネヘサーファラスアサライトネーチャーセンター13から15、このアッシュが通常認められており、肩半の青みの残りの羽毛に対する色調によって、異なる。灰色み、緑色み、紫色みのある青色と、薄紫色、暗青色、白色みのある肩半など。 例えば、トバゴ島固有の TE バーレップスチは鮮やかで肩と、腰は暗青色であり、ベネズエラ、トリニダード島、コロンビア東部及び遠くは、ブラジル北部に生息する TE ネヘサーファラスは、紫の肩半、アマゾン川南部流域の TE メジアナは、白色の翼半があり、アマゾン川北部の TK ナは、肩が青色である。ありがとうございます。